はい、今あの黒田さんが野球会談してくれるそうです。はい。子供ら一緒に聞いて。江戸末期がね、江戸末期と江戸末期に、まあ、江戸時代が終わっていく。で、その中でいろんな人が方々がいましたね。勝海舟とあと誰でしたっけ、吉田松陰とか高橋秀作とかいろいろ時代を変えていこうという人たちがいてましたと。で、実はこの柳生の村の人たちももう江戸時代変わるんじゃないかなって思ってたんですよね。で、思ってた中で、でも柳生っていうのは江戸時代260年間支えてたんですね。で、そこの中で、この柳生の村の中で江戸に常駐する人たちと柳生にいる人たちと戦いが起こったわけです。で、それが紫ちりめん事件っていう事件があったんですけども、じゃあ紫ちりめんって何なのかっていうと、あの柳生新陰流っていうのは最強の剣なので絶対人殺せるっていうことで、それを人殺せるため、殺した後にどうするんかっていうと血がつきますよね。それを拭くための布を紫ちりめんって言うんですけど、で、紫ちりめんをあの元にあのこの人たちを殺すぞっていうのを江戸の柳生の人たちがあの戦いをやったんです。で、ただ柳生の人たちは攻めてこられるっていうのを分かってたんで、あのそういう江戸に出た柳生の人たちを捕まえたんですね。で、捕まえてまずはここの学校の隣の柳生八坂神社っていうお寺で拷問をかけました。で、拷問をかけた後に牢屋に入れました。それが山の向こうで、最終的に殺しました。同じ村の人たちを8人殺しちゃったんですね。で、それで最後収めたんですけども、じゃあ それだけ殺したってことはやっぱり無念に思う人たちもいっぱいいてますし、実際にあの霊感の強い人たちはね、夜野牛の陣跡に行くと落ち武者みたいな侍さんを見るっていう風に見張る人もいるんですね。で、またコスプレイヤーさんって意外とね霊感強い人がいると思うんですよ。で、夜取りに行ったら野牛八坂神社に行くと妖怪が夜には来たらダメっていう風に言う、そんな、実はそういうのもあって、あの実際ね、真面目な話で、あの石仏があるんですよ、陣跡の横に。で、あの誰かがあのコスプレのカメラマンさんが夢を見て、あの苔が生えてたんですよ。で、その苔を取らないといけないっていう、いう風な夢を見た。で、夢を見張ったんですよね。で、夢を見張って一緒に苔を取ったんです。で、実は僕は今コスプレイヤーさんが着替えてるうちの家も夜中ずっとね、あのタタ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 タいう音がずっとしてたんですよ。ずっとしてたんですよ。ほんで本当に足音が聞こえてて、何なのかなって思ってたんですけど、で、それが分からなかったんですね。で、誰かが泊まれ、あの霊感がある人が泊まれた時に、座敷わらしじゃないんですけど妖怪がねいてるんですって言われたんですよ。で、妖怪がねただただ歩くんですよ。黒田さん1階に、俺1階寝てるけどみたいな感じで、けど音は鳴ってて、で、けどそれはあのやっぱり住んでない家っていうのはそういう妖怪が住むんですよ。なので空き家になった家にちゃんと神棚とか神を祀ったらそれが逃げていくっていうのがあのあったんですよ。で、逃げていっちゃったんですよ。で、実は隣の家が、僕もすっごい気持ち悪かったんですよね。で、本当に気持ち悪くて、なんで気持ち悪いかっていうと、何十年間神棚がほったらかしだったんです。で、僕入ってあの大岡さんね、大岡さんと一緒に、あの神棚ちゃんと変えないといけないっていうのがあって、
神田が変えたんです。でそこの家主の娘さんがそれまではここの家は気持ち悪いって一切入らなかったのが今は入ってはるんです。っていうことはそこの家もそういう妖怪なのか気もあの何かわからないですけど抜けていったっていう。でここのやっぱり村とかは古いんで妖怪とか座敷わらしとかそういうのがやっぱりいてるんですよ。でそこはそこで大事にしないといけないんですけど感じないんですよ皆さん。今の時代によって僕も感じてないですよ。でもなんとなくなんか気持ち悪いなっていうのは実はその気持ち悪いなっていうのはいてるんですよ。そういう人たちが、うん、ということですよ。うーん怖かった。ありがとうございました。そうそう。だからあの言うたら遠野物語ってあるじゃないですか。遠野物語って東北だけの話じゃなくて、焼肉食べまーす。この辺の話なんですよね。焼肉食べまーす。それはすごい楽しい話だと思うんですよ。